せーの、バグスケ TV です。とてもご無沙汰しております。 お久しぶりでございます。ゆうすけがサボってました。いいえ、そんなことないです。ずっとサボってました。はい、はい、今回は前回前の動画で、はるさんのこうフィルムの今後についてちょっといろいろ話をしたと思うんですけど、はい、そう、はるさんがもう新しくフィルムをもう作っちゃったので。作っちゃった。ええ、なのでちょっとその件についていろいろ話していこうと思うんですけれども、はい、どんなフィルムを作ったのか教えてもらってもよろしいですか。ここにあるパッケージもデザインされているストリックスビジョンというシリーズのフィルムを作らせていただきました。これは ISO が400と800で、以前話したあれですか、映画用の。そう、映画用のフィルムを、まあ、流用して作ったやつです。なるほど。結構あれですか、たくさん作ったんですか。500個ずつ。500個ずつ、うん、じゃあれですか、春さん的には思ったよりもニーズがあったみたいな。そうだね。なんか思ったよりっていうか、うん、まあ、本当は多分いるかなと思った。正直それぐらいはすぐ履けちゃうかなと思ったんだけど、うん、そもそもさっき言ったように、高いのよ、作るのが。あ、高いの。はい、だから普通に例えば今言った1000本作ろうとしたら100万円以上しちゃうの。ああ、なるほど。しかも今円安だから、うん、なんでそんな持ち出せないじゃん、リスク高すぎて。確かにいくら会社でやるって決めたとしても、はい、うん、もうボランティアに自分の持ち出し100万を持ち出すちょっとやばすぎて、リスクとして、うん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 、ちょっとしんどいなと思って、とりあえずだから1000本で様子を見て、まあ、次また欲しいっていうのであればまた作るかなぐらいの感じで始めました。うん、じゃあですか、やっぱりハルさん実際に作ってみて、うん、最近ってフィルム自体の値段が高騰してるじゃないですか。なんかそれも分かるなみたいな感じですか。分かりますよ、もう分かりすぎちゃって。分かりすぎちゃって、だってさ、もう普通に原価高すぎちゃって、うん、で一応ね、そのこれとは別に、うん、例えばコダックのフィルムとかをもう買えるのよ、うん、実は。ああ、なるほど。その経由で、うん、その値段分かっちゃってるから、はい、高いですよ。あ、そうなんですね。コダックの方が、うん、なんならこれを作るやつ高い。そうなんだ。今もうだから今2000円以上でしょ、うん、2300円とかになっちゃうでしょ、コダックの、うん、あのカラープラスとかですら。そうですね、2000弱とか安くてもそんぐらいします、ね、まあするよねって値段の卸値で言われる。あ、じゃあやっぱやむを得ず上がっちゃってる感じなんですね、現状としても。もうきついですよね、どう考えても。うん、な感じですね、今状況としては。そうなんですね。そう、だから、ね、どうですか、実際フィルム作ってみて、うん、なんか大変だったところとか。大変なのは、まあ、やり取り、向こうとのやり取りと、うん、本当そもそもそのね、本当ね、なんか火で上がってたりするんですよ、単価、その製造コスト、いや、物がなくなる。はいはいはい、でやっぱ世界中から需要があるみたいだから、うん、単価がやっぱりどうしても上がっていっちゃって、うん、そこを抑えつつさらに円安にもう振り回され輸入消費税に振り回されみたいな感じで、うん、はい、もうとにかくコストがかかりすぎちゃうって感じ。あ、じゃあやっぱコストが大変だった。コストがとにかく大変なんで、うん、本当にもうビジネスとしてはとてもじゃないとやってらんないです、ね、正直言って。そうなんですね。そりゃみんな撤退してくわって感じです。そうです。本当にちゃんと、うん、利益を上げたかったら、うん、3000円ぐらいで売れないと。ああ、なるほど。じゃ、それこそシネスチルの800とかあるじゃないですか、はい、あれってそんぐらいの値段で売ってるじゃないですか。そうだね、もう4000近いもんね、あれね。だからそういうからくりってことなんですね。そうしないと、妥当な。そう、そしてあそこの会社が潰れちゃうってことですよ。潰れちゃうと思う。そういうことなんですね。実際本当僕はもう自分の会社の余剰でボランティアとしてやってるでしかないからやれるけど、うん、ちょろっとはね。でもだからといってじゃあうちの社員を動かしてってのはできないよ、ね、うん、人件費そこに割けないから。確かにギリギリでやってるからってこと。そうだから配送の時もボランティアスタッフを募らせてもらって。募集してましたね。そうで、すごいみんな協力していただいて、うん、であのなんとかしかも1日で終えたんだけど、うん、あれすごかったんですけど、そういうことをやらないとなかなか。あとお手渡し会ね、もやったんだけど、そのボランティアの人が来てくれてやったんだけど、はい、そうじゃないとちょっと厳しいので、もしだから本当に、うん、会社としてやるんだったら、まあ、最低でも2500円ぐらいで売らないと無理になってると思う、はい、正直。厳しいから大変ですね。ついでに言うと、あと物がなくなってきます。
そもそもの。はい。なんで、はい、まあ、さっき言って第1ロッタも売れたって。はい。ここに400と800あるんですけど、うんうん、まあ、まだどこにも行ってないけど、この話。うん、次、800しか作れてないですが。あ、そうなんだ。400のものがなくて、そのフィルム自体のものが、うん、今ちょっとなかなか入手が難しくて、はい、ちょっと今、400だったら、ちょっと次回、いつ作れるかわかんない。あ、そうなんすね。そう。で、今、なんとか100を作れるかもしれない。100に。800と100。そうそうそう。になる。に、もう、次のロットね。うん。あと、モノクロは作れるかもしれない。あ、そうなんすね。うん、なんだけど400はちょっとまだ当てがない。なるほど、はい、なんでそういう厳しい現状があります。じゃあ次回も予定している第2弾ロットも予定してるってことです。そうっす。それはもう今800はもうすぐできるかな、うんうん、すごいやっぱり人気あったんですけどね。なるほど。話の最後に聞こうと思ってたところだいぶ序盤に言ってくれました、ね、あ、言っちゃったあ、そう。それでこう締めに持ってこうと俺はしています。あ、そうですか。想定としてね。あ、まあ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 、もうちょっとじゃあ、ちょっとだけこれをさ、はい、ディテール話していい？そうですね。ちょっと僕も聞きたいところある。なんか例えばさ、はい、シネシティールとか、うん、あれも映画用のフィルムだけど、うんうん、あれとの違いとかちょっと実はあったりする。ああ、なるほど。うん、そう、なんかそこら辺も聞きたくて、なんか試作品も作ってたじゃないですか。はいはいはい、なんかその試作品からこの本製品にしていくにあたって、こう、どういうチューニングをしてたというか、はいはい、多分そのシネスチルとの差も含めて、うんうん、どういうところをこう調整してるのか。そのまず大元の目はこのフィルムを、まあ、要は、映画用のやつを流用して作ってくれる会社があるんだけど、うんうん、そことも結構相談して、うんうん、まあ、シネスチルのタングステン結構青いのよ。はい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 。外でも使いやすいやつにちょっとしたいかなって、うん、思ったんですよ。なんでちょっと、まあ、特殊なコーティングをね、はい、少し変えてもらって、で若干デイライト寄りになってるのがこの800っていう。じゃあ青みをちょっと抑えてる。そうっす。的な感じで。だから意外と外で撮っても肌が割と綺麗に出たりとかするものになってるので、まあ、最初の頃の、まあ、ゆうすけにも提供したちょっと、はい、元となるやつ、うん、あれと比べて割と、まあ、ちょっとホワイトバランスが少しデイライト寄りになってる。あ、なるほど。ここにこれ800、まあ、コーティングを変えてやってるんで、うん、ちょっと、うん、あの別物になってると思ってもらって。なるほど。普通のシネマのやつをただ利用したわけじゃない。ワグナス流の一手間入ってます。なんでちょっとあの結構外でも使いやすいです。だからフィルムはやっぱりこのままなくならないでいてほしい今回はあります。そうなんですよ。なんでとりあえずフィルムは作ってみたんですけど、まあ、ちなみにさっき映画のフィルムを読んで言ったけど、はい、じゃないやつも今後やるかもしれない。あ、そうなんですか。まあちょっと確定的じゃないけど、うん、この前さアンケート取ったよ、はい、俺もユースケに聞きたいんだけど、はい、これ36枚撮りじゃないですか、はい、で36枚撮りと、うん、まあ、フィルムって結構24枚撮りってあるんだけど、はいはいはい、24枚撮りとでちょっと安かったらどっちがいいんだろうっていうアンケートを取ったよ。なるほど、はいはいはい、36枚撮りで、まあ、今の現状でなると、うん、24枚撮りで、まあ、本当100円でも200円でも安かったらどっちがいいのかなっていうのをアンケート取ったら、うん、はい、割とね4割ぐらいが24枚でもいい。あ、そうなんですね。そう、取り替えだったんだよね、これ。確かに。これなんかどっちかっていうとさ、多く取れた方がいい話。いや、僕もそうっす。できる限り現像代一緒だから。そうそうそう。全く同じ考えです。そう、現像代安くならんから、うん。だから、ね、絶対36枚撮りしか買ってこなかったです。いや、僕も買ったことないです。間違えて買っちゃったはありますけど。うん。でも意外と24枚撮り4割ぐらい。持って、まあ、そもそもハーフでしか使ってないかなという意見もあって。ああ、じゃあ逆に36だと多いとかってなっちゃうんですね。そうですね。24だと、まあ、48枚なんで、取り切るということらしい。とか、あとは、少しでも安い方がいいのかな。そんなでも高い2、300円とかで、そうっすね。いっちゃいけないのかな、これは。変わるもんかなと思ったんだけど。そう、いやし、だからそれもだから24枚のにもちょっと高い。でもあれなのかもしれないです。例えばその
日目始めたてでちょっと旅行に持ってきますとかだと24枚ぐらいの方がちょうど使い切ってすぐ現像に出せるとかもあるじゃないですか、うん、日帰りとかで行って36使い切れないからまた次まで持ち越しとかが嫌だみたいな人とかもいるのかもしれないですね、うん、そうだね、それあるかもしれない、まあ、そう、そのすぐ取ってすぐ現像出したみたいな人確かにいるもん、ね、うん、で36だとちょっと多いの、多いの使い切れないやっていう、うん、たちがいるのかもしれない、ね、確かに、まあ、だから本当意外と多くって、うん、へーってなった、これはへーですね、へーあとモノクロも聞いた、だからアンケートで、あ、モノクロは欲しい、モノクロめっちゃ試したいっす、欲しいですかみたいな、だからこれもまあまあ多かった、あ、やっぱり3、4割ぐらいかな、これは試してみたい、モノクロ使いたいな、モノクロも候補が2つぐらいあって、あ、そう、モノクロいいとこは製造原価がちょっと安いのよ、あ、そうなんですね、現像代は高いのに、そうだね。そうそうそう。確かに確かに。現像代は高い。現像代マジで高いですよ、ね。結果イーブンなんのかな、うん、多分イーブンだけど。消費者側は。現像代は安く上げれる。大体、そうだな、ね。3割安ぐらいになるかな。お、結構安いっすね。うん、2割、3割ぐらいかな。ものによるけど。ほんと現像代と総裁ぐらいだね。そうだね。結局。ちょうどトントンぐらい。現状で高いからね、いや、まあ、でもまあ安くなるには越したことないんで、そのおかげでモノクロやりやすくなるかもしれない、確かに確かに、そういえばこのシリあのジェニックボリューム66 2023年4月号って言ったらいいのかな、3月に発売されたんですけど、はい、こちら私の写真もまあ載ってはいるんですが、はい、ここにねチャカチャカチャカーってどこにしていいのかわからないんで、パッと、パッと、ここに私の絶対見えないですよ。私の絶対見えないですよ。私の写真、はい、ピント当てにこれ、はい、とここにここにフィルムの広告を初めて出させていただいて、はい、僕の写真も出させてもらっております。ユウスケの写真も載ってるんですけど。はい、見えない、絶対に見えない、まあ、これ買ってみてください、ちゃんと書店でね、はい、書店でぜひ、はい、フィルムの広告も初めて出させてもらって、うちのデザイナーにちょっとデザインしてもらって作ったんで、よかったらぜひご覧ください。結構作例とかが載ってるタイプの広告なん で、ね、雰囲気とかどういう絵で撮れるんだろうっていうのが多分分かりますよね、うん、よく考えたらさ、400次作れねえのにさ、400の広告載ってるから広告として機能していない可能性が今あれなんですよ、問い合わせ結構あって、はい、フィルムありますかって、今なくてすいませんって謝ってる新しい広告です、そうですね、謝罪するためだけの、そう、物がない物がなくてすいませんって謝って、はい、まあ、あとはこれ、ね、すごくいい特集なんで、ぜひジェニックをご覧ください。おすすめ の、 素敵なマガジンです。急に PR っぽくなりましたねいつもお世話になってるんで、はい、じゃあ、実際にこうフィルム買った人たち、うん、こうラボに持っていくときに、まあ、こう言えば新しいフィルムだから、こうラボの人たちもまあなんていうかちょっと警戒しちゃうというか、はい、そうですね、どんなフィルムなんだよ、壊れちゃうんじゃないかみたいに思うラボとかも当然あると思うんですけど、うん、そうですね、こうどういったことを伝えてあげれば大丈夫なのかとかってあったりしますか。そもそもの話一つさせてもらうと、うん、僕ね、もともとこれ個人で出そうと思ってたの、はいはいはい、このフィルム自体は、うん、で別にこんなデザインするつもり全くなくって、うん、なんかブランディング化するつもり一つもなかったんですけど、うん、やっぱこの、まあ、エビスカメラさんってね、一番僕の 信頼っていうか、まあ、本当昔からある仲のいいラボがあって、うん、でそこに、まあ、その実験のフィルムとか送ってお願いして、こう一緒に実験してたんだけど、うん、やっぱそのエビスカメラさんの意見として、やっぱこうバルクのもの、バルク要は何も無印のものとか、うん、体の知れないものは他の現像屋さん持ってっても絶対やってくれないから、はい、ちゃんとなんかした方がいいっていうアドバイスをもらってて、はい、あ、そっか、そうだよなと思って、うん、で、いろいろとすごい悩んだんだけど、うん、まあ、やっぱ結局、あと個人、僕は個人でやってるっていうよりは会社でやってるの方が信用されるじゃん、はい、としては当然、うん、だから会社としてやってるって形にやっぱりした方がいいなって結論に至り、うん、で、まあ、うちのフォーサイドバースっていうね、うん、ファッションブランドがあって、そこを、じゃあもうブランドとして、まあ、使い、後ろ盾として使って、うん、で、まあ、出すしかないなということで、うん、まあ、デザインも全部、
もうそっちの方向性にもうシフトしていって、うん、名前もそっちに合わせていってってやったの経緯があるわけですよ。でデザイナーさんにお願いしてみたいな、はい、でちゃんとパッケージデザインしてやったらやっぱりこう信用を得られるなということで、結果的に、まあ、恵比寿カメラさんは一番お世話になっているんで、そこにラボ、今、現像する上では一番お勧めしているところの一つ で、その他にも、まあ、この作った時に、西村カメラさんとか、吉祥寺の？そうですね、はいはい。プリズムラボですね。プリズムラボさんともう一つの西村カメラさんですね。本店の方です。本店の方ですね。プリズムラボさんもちょっと今後、ぜひ、はい、やっていただきたいなと思ってる、まあ、いるので、まだちょっと今後オファーできたらいいなと思って、あとは、彩色顕微さん。ああ。練馬のラボさん、はい。ありますね。はい、これは、ちょっと、四国の写真家の有子子くんっていう、ここに紹介してもらって、取引させていただいて、で、そこでもやっていただけるって、現像していただけるって話になったというところで、あとは、チャンプカメラさん。はい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 。カメラさんもやっていただけるということになったので、まあ、次のロットからチャンプカメラさんにも普通に依頼できるようになったなという感じで、あとはユースケがお世話になっているフォート上野さんができたらいいなと。フォート上野さんは持っていけばやってくれます。持っていけばやってくれると思います。あれって郵送できない？郵送できんのかな。フォート上野さん郵送したことないんですけど。まあまあ、でもユースケはちょっと話つけてくれてるんだよね。あ、まあまあ軽く話はしてます。ユースケ何回やってもらってる？何回かやってもらって、こうしてくれって。僕、メール送ったらなぜか届いてなかったっていうので、ちょっともう一回送ろうかなと思ってるんで、はい、フォートレーナーさんもぜひ次回、やっていただけるととてもありがたいです。他にもね、オファーもらってて、大阪のパレットタウンのお店の1店舗なんで、そこからオファーいただいてて、そうなんですね。次のロットからも、そこにちょっと現像できるように、ちょっと紹介したいなと思って。今言った名前を挙げたラボ以外にも、まあ、スニーカー自分で言ってるところがあれば、普通なんか C41 現像でできますって伝えれば、まあ、やってくれるラボもある可能性はある、はい、嫌がらなければそうですよ、ね、可能性はあると思うんで、そこはもうおのんでチャレンジしていただいて、で結果を教えていただきたいです。多分何も言わずにスッて出すとなんだってなっちゃうので、そう僕もフォート上野さん行った時にこれ新しく作ってきたフィルムなんですけど、C41 現像できますかみたいな話をして、まあ、結果やってくれたので、あらかじめ最初に言ってから現像に出した。ああ、そうです。そうです。で、一応ね、なんかこれを送るときに必ずこう紙を入れて、はい、注意書きみたいな、こういうふうに言ってくださいみたいなものはもう添付して、今後も入れようと思っているので、まあ、それ見てもらえれば大丈夫かなと思います。では今回はそんなところですかね。はい、新しくなったフィルムについて。はい、はい、そうですね。あとは、まあ、今後どうなっていくか分かんないですけど、まあ、いろいろと見守っていただければと思います。世界の情勢がどうなるかも分かりません、正直。なんで、まあ、第2弾、あいつは第2弾が今予定されているので、そう。で、気になる方は、ちょっと春さんのツイッターとかインスタフォローしてもらって、最新情報をゲットしておくと。そうですね。それは。そういうことですね。はい。はい。まあ、もう一回言うけど、別にこれ買わなくていいですからね。本当に、フィルム、あるものを使うのはすごく大事なんで、はい、コダック、富士フィルム、頑張ってください。はい。もう家族超応援してます。正直言って。今回の動画はこれまでになります。はい。また、では、よかったと思ったら、チャンネル登録とコメント、はい。あと、グッドボタンをぜひお願いします。ということで、またお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。